召使いとタルタリア。お前スネージナヤに戻って休養してるんじゃなかったのかよ。どうしてまだフォンテーヌにいるんだ。おっと君たちか。まさかここで会えるとはね。原始大会を離れてから俺は長いこと意識を失ってた。再び目を覚ました時、スネージナヤに送られる途中だと気づいたんだ。でもフォンテーヌでまだやり残したことがあるのに、そのまま帰るわけにはいかないだろ。それで無理やり起き上がって一人で帰ってきたのさ。え、やり残したことってなんだ。スカーク、俺の師匠に関することさ。師匠にもう一度会いたかったんだけど、戻ってきた頃には師匠はいなくなってた。でもまだ聞きたいことが山ほどあるから、仕方なく召使いに師匠の行方を調べてもらってたんだ。フォンテーヌにいたからには何か手がかりを残しているはずだからね。なるほどな。それで手がかりは見つかったか。ハウス・オブ・ハースはあらゆる方面の事情に通じているが、残念ながらそのような存在を前にしてはどうしようもない。結局師匠はまだ俺に会う必要はないって考えてるんだろう。でも簡単に解決する話さ。俺がもっと強くなればいい。怪我を治してからにしろよ。もうだいぶ治ったんだけどな。ハウス・オブ・ハースのおかげさ。あのアイロワールって子が変な薬を飲ませてくれてね、全身が痛くなったけど回復スピードは確かに早まったな。でも今度こそ本当にお別れだ。じいさんから催促が来たんだ。帰って計画に参加しろってね。幻冬計画。そうだ。それから不死者のことも、帰ってあいつの長話なんて聞きたくないよ。なんとかしてもうちょっとフォンテーヌにいさせてくれないか。やっぱりリネたちに武芸を教える方が面白いんだよね。まあ君が手合わせしてくれたらもっといいんだけど、君の全力はまだ見せてもらったことがないからね。ずいぶん虫のいいことを言う。まあ私もじきにここを離れる。我々もその計画の一部なのでね。それにスネージナヤに残っている富豪や要人に呼びつけられるというのも一種の栄誉なんじゃないのか。勘弁してくれよ。なんかこの二人。それでハウス・オブ・ハースのお客人たち、私に何か用か。リネたちのことはよく知ってるけど、お前のことはまだよく知らないからな。そうかな。ちゃんと自己紹介した記憶があるが。あんな軽い自己紹介に何の意味があるって言うんだ。なんでお父様を自称してるのかくらい教えてくれよ。おっと、いい質問だね。俺も知りたいな。君たちが知らないということは、こちらの情報工作がうまくいっているという証拠だね。このまま続けておくべきのようだ。さすが外交官、こっちの構成をいとも簡単に交わすとはね。他に用がなければ私は先に帰らせてもらう。まだ処理しなければならない厄介事が家にあるのでね。ほう、その質問は俺も少し気になるな。ハウス・オブ・ハースの子供たちと接触したことがあるけど、みんないい子だね。彼らを見てるとトーニャとテウセルのことを思い出すよ。もし君が彼らを裏切ったら、必ず君のところに戦いに来るよ。どうして私が
彼らを裏切らねばならないんだ。ハウス・オブ・ハウスを裏切ったことがあると聞いたんだ。本当かどうかはわからないけどね。まあいいか、白状するよ。じいさん、つまりオンドリが教えてくれたんだ。お前、子供たちに何か悪いことをしたのか？私のしたことよりも、偉大なるオンドリ殿が私をどう評価してくれているのか聞きたいね。そうだな、仲間を数多く始末して挙句の果てに家族にまで手を出したとかか。ほう、その様子じゃあれは嘘なんだね。いや、表現はあまり気に入らないが、ほぼ事実だと言えるだろう。厳密に言うと、それはある種の偏見なのだが、今弁明するつもりはない。偏見は真実を隠してくれる。これは私にとっては好都合だ。私はよくフォンテーヌ人だと名乗るが、実際はただフォンテーヌで育ったというだけだ。え？お前フォンテーヌ人じゃなかったのか？じゃあどうしてフォンテーヌを危機から助けたんだ？フォンテーヌで何かをするなら、この身分の方が役に立つからだ。下心があるんじゃないかと疑われることもない。誰もが故郷を救いたいと思うだろう。ただし、私が本当に守りたかったのはフォンテーヌ出身のあの子たちだ。原始大会は私には何の影響もないが、ハウス・オブ・ハースには損害をもたらすだろう。この情報で君たちの好奇心が満たされるといいんだがね。子供たちのためにフォンテーヌに残ったのなら裏切ることもないだろう。俺がうがちすぎだったな。悪かった。言っただろ、それはむしろ好都合なのだと。それはそうと、ハウス・オブ・ハースで療養してる間にすごく興味をそそられる話を聞いたんだ。ハウス・オブ・ハースでは家族間でトラブルが起きたら喧嘩して負けた方が譲るそうじゃないか。それって正々堂々と手合わせができるってことかい？それはここ数年の話だね。もっと昔ならそんなにいい話ではなかった。負けた方が全てを失うんだ、自分の命もね。危なすぎだろ。変わってよかったぜ。今の雰囲気は気に入ってるよ。それどころかちょっぴり羨ましいくらいだ。君にはこんなにたくさん家族がいて一緒に暮らせるんだからね。家族が多すぎると喧嘩やいざこざが多くなる。トーニャやテウセルが反抗期に入ったらその気持ちがわかるだろう。想像してみるといい。テウセルがオンドリのヒゲを抜くのにはまり、トーニャが自分の髪を42色に染める。ストップ。完全に理解したよ。あっという間にもうこんな時間だ。そろそろ行かないと。旅人パイモン、次はどこで会えるかわからないけど、機会があったらまた勝負しよう。だからまずは怪我を治せって。それと今回はありがとうな、アルレッキーノ。礼を言う必要はない。神の心が手に入ったのは君のおかげでもあるのだから、お互い貸し借りなしだ。それも悪くないか。それじゃまた。オイラたちも行こうぜ。お前も一緒に帰るか？なんだ、早く帰ってほしいのか？それは。夜風が気持ちいいんだ。ここに残ってちょっと考え事をすることにする。
大したお構いができず申し訳なかったね。良い夜を。もう少しここにいたいのか？ならば一緒に海を眺めよう。リネ、どうだった？何か進捗はあったか？話すと長くなるんだけど、こっちはちょっとトラブルがあってね。クリーブは日差しの当たるところには行けないみたいなんだ。僕は彼女を連れて地上まで行った。そこまでは順調だったんだよ。でも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づいたんだ。振り向くと彼女は影の隅っこに立ったまま静かに僕を見つめてた。あいつ日差しが苦手なのか？いや、でももしそうだったら日差しの下で暮らしたいなんて言うはずないよな。あいつの背中を押してみたか？それもそうか。とにかくいろんな方法を試してみたけど、どれもうまくいかなかった。そのうち太陽が沈んできたから、結局連れ戻るしかなかったんだ。リネット、そっちはどうだった？名簿は手に入れた。ここ。本当か？オイラに見せてくれ。こんなにたくさんあるのか。全部読むのに一体どれだけかかるんだよ。手分けして読もう。ちょっとずつね。はい。ラポイヤード、ランドワード、ジャンベル、オレール。うわ、このオレールってやつ顔にすっごい傷跡があるぞ。なんか怖そうなやつだな。あ、その人となら話したことあるよ。ある任務で怪我をしてたんだけど、その時は好きな人に嫌われちゃうって冗談を言ってたな。お前はどう返したんだ？好きな人がいるの？って聞いたら、いないって言われて、それでおしまい。でもその後彼は本当に誰かを好きになったらしい。その人のために家から逃げ出そうとしたけど、その目論みは成功しなかった。ある日彼はお父様に呼び出されて、それ以来二度と会ってない。つまりあいつは召使いに。残酷だけどそれが家のルールだ。ハウス・オブ・ハースでは誰もが多くの秘密を握ってる。だから裏切りは許されない。家から出たければ命を代価として差し出さないといけないんだ。ないね。でもそれも無理ないか。この名簿は不完全で、直近の5年間のものしか載ってないんだ。別の方向から調べよう。フレミネ、何か分かったかい？フレミネ？ごめん、考え事してた。他の人たちと話してみたんだけど、家の雰囲気がちょっと変だったんだ。変？うん。実はこの間家で大きな論争があって、例えばシャプローとフィリオールの間とか。物資を配ってた時に会ったやつらか？確かにあいつらって雰囲気も話題も全然違ったよな。簡単なことさ。お父様は僕たちをハウス・オブ・ハースに連れてきて、知識と武芸を授けてくださったけど、誰もが心からここに残りたいと思ってるわけじゃない。ハウス・オブ・ハースに入った僕たちは自動的にファデュイとしてラベリングされるけど、多くの人にとってそれは堂々と口にできる身分じゃないんだ。成長するにつれ
一部の人は別の考えを抱くようになる。でもハウス・オブ・ハースにはルールがあるから、口に出すのははばかられる。シャプローやフォルツはお父様を認めて支持しているし、ファデュイであることを誇りに思ってるけど、フィリオールやナントゥイユにとって、そういう気持ちはずっと希薄だった。こんなトラブルは常に存在し続けてる。もちろん、お父様も知ってるはずだよ。でも、その、なんだか状況が深刻になった気がするんだ。フィリオールたちは、こっそり集まって、何かを話してるみたいだ。あくまで僕の推測だけど、彼らは、クリーブに会ったことがあるんだと思う。クリーブが彼らを先導してると思うのかい？それはないと思うけど、もしかしたら、クリーブはみんなに、誰も知らない家の闇を教えたのかもしれない。僕もクリーブから聞いたんだ。子供たちを実験体にしてるとか、力を持たない人は戦場に出されるとか。フィリオールたちはその話を信じたのかい？全く証拠のないことだよ。信じたとは限らないと思う。でも、いい口実ができた。やっぱり根本的な原因は、幻冬計画なのか。ちょっと、ゆっくり話してくれよ。召使いも幻冬計画って言ってたけど、それは一体何なんだ？ごめん。僕も詳細は知らないんだ。ファティスのオンドリとフシャが手を組んで推し進めてる計画で、ファデュイのこれからの戦略に関わってるってことだけ、お父様から聞いた。神の心を無事手に入れたおかげで、ハウス・オブ・ハースは認められて、幻冬計画で、とても重要な仕事を割り振られた。それっていいことじゃないのか？重要というのは、危険に等しい。僕たちにとっては、かなり困った事態なんだ。お父様も相当悩まされてるけど、それでも断れない。彼らの計画は合理的だし、僕たちに巨額の経費を与えた。でもこの計画を実行するとなると、こちらは多くの犠牲を払うことになる。これもある意味制圧なんだろう。彼らは情報を扱う部署をコントロールできないことに不安を感じてるんだ。ファデュイの内部がそんなに複雑な状況だとは思わなかったぜ。でもそれがお前の家で起こってるトラブルと何の関係があるんだ？外部からの刺激は内部の対立を激化させる。死の恐怖に心が押しつぶされると、一部の人は間違った行動をとってしまうかもしれない。クリーブの件を解決すれば全てが元通りになると思ってたけど、今の状況は思ってた以上に厄介だ。もしフィリオールたちをこのまま放っておいたら、お父様は遅かれ早かれ手を下すだろうね。お兄ちゃん、私たちは目の前のことに集中するしかない。うん、それもそうだね。今からフィリオールたちを訪ねてもすぐに成果が得られるわけじゃないし、むしろ逆効果だ。とりあえずまずはクリーブを送り出す方法を考えよう。もう遅いから、ひとまず戻って休もうか。明日日が昇ったら、すぐに出発だ。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたちが間違ったことをしないように、見張りを頼むよ。今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。早く寝ないとなのに、全然眠れないぞ。もし召使いがリネたちのやったことを知ったら怒るかな。あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら、うん、絶対にオイラのことを守ってくれよ。お前もそう思うのか？
は一緒に逃げようぜ。リネたちを連れてできるだけ早くさ。おいあっちを見ろ。誰かに見つかったらまずいぞ。急いで追いかけよう。クリーム、しー、誰も見ていないうちに窓を開けたの。ほら見て、外の景色が綺麗でしょ。残念だけど、それが私にできる限界なの。あなたたちから見て、私のしたことってバカバカしいでしょ。希望の見えない抵抗を続けるよりも、美しい夢の中で生きる方が楽だもの。クリーブ、一体何を知ってるんだ。ちゃんと説明してくれよ。いいわ、聞いたら後悔するかもしれないけどね。私を含めてこの家にいる人はみんなただの道具や消耗品に過ぎないの。利用価値のあるものは生かされ、価値のないものは博士の実験体にされる。死んだ方がマシという人をどれだけ見てきたか、もううんざりよ。それって全部召使いがやったことなのか。そんなことないだろ。確かに怖く見えるけど、そこまで悪いやつとは思えないぞ。うん、信じてもらえないって分かってたわ。みんな彼女をいい人だと思ってた。彼女こそが本当のお母様だって。お母様。でも彼女はその呼び名を汚した。できることならもう二度と顔も見たくないわ。はあ、ペルビーがここにいてくれればいいのに。あの子ならきっとこの気持ちを理解してくれるわ。ペルビー、またその名前か。なんか変な感じがしないか。オイラたちの会話なんだか噛み合ってない気がするんだ。クリーブは本当にオイラたちと話してるのか、それともオイラたちを他の人だと勘違いしてるのか。だよな。でもまあ、何かオイラたちに打ち明けたいみたいだし、もう少し付き合ってやろうぜ。こんなに小さいのに心の中でいろいろ考えてるみたいだよな。風だわ、そろそろ窓を閉めないと。月が綺麗でしょ。あのね、あなたたちにだけ教えてあげる。スネージナヤの夜のオーロラは今夜の月よりも綺麗なのよ。大人になったら一緒に見に行こうってペルビーと約束したのよ。でも最近ペルビーの姿が見えないの。まさかあの子も。ふん、だってあの子は特別だもの。ペルビーはお母様に気に入られてるの。お母様と話さなくちゃ。でも喧嘩したばかりだから会ってくれないと思うし、私もお母様に会う勇気がない。どうすればいいのかな。何を考えてるのか全然わからないな。オイラたちも帰ろうぜ。明日は早起きしないといけないしな。